とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備使っていきたいと思います。ゴーストキンドラーです。以前出たやつで、黄金にソウルフォーカス3が入ってます。で、下も、ソウルビルド用に作り変えました。で、このゴーストキンドラー、一瞬だけ霊体になるっていうスキルがついてるんですけども、これがね、強いんですよ。回避をすると、霊体化して敵をね、すり抜けることができます。で、さらに、霊体化してるときは、ダメージを 50% カットしてくれるんですよ。で、無敵と違って、結構、発動する時間が長いので、ずっとぴょんぴょんしてれば、常に 50% のダメージカットを貼ることができる。まあ、そういう装備になってますね。ただ、これソウルビルドに合うのかなっていうのはあるんだよね。まあ、ちょっとわからないので、まずは使ってみましょう。ソウルフォーカスさん、そして魂の袋、ポーションバリアのクールダウンですね。で、夜の棒とフロストサイス。あ、夜の棒じゃなくていいか。魂の棒にしようかな。こっちの方が火力は出るので、これでやっていきたいと思います。では、行きましょう。それでは行きますね。これ耐久力はまああるんだけども、火力はね、特にないんだよね。ソウルフォー、ソウルビルドは、火力が結構、重要になりそうなので、いや、なるんだよね。だから、どうなんだろう。よし、行ってみよう。あ、でも矢が結構必要だな。いや、ちょっと待って、倒せない。いやいや、こいつらがただただ硬いだけか？わかんないね。あ、でも、ソウルは、まあもちろんのこと、溜まるのよ。ものすげえ溜まる。だから、ここで、矢を増殖していこうかな。うん、さっき、矢が出てたので、そこで、おー、倒せないね、なんか。あ、一発が倒せないところがちょっと厳しいかな。でも、まあまあ、一度、矢を増殖していきます。矢の増殖完了、905本ですね。まあ、ちょっと少なめだけども、足りるかな？うん、矢筒も使ってるしね。多分足りるとは思いますけども、あ、そっかそっか。この矢筒使うにはまずソウルがいるんだ。オッケー。これでいいか。行ってみましょう。キャプテンいる。あー、まあまあ、火力はないけども、はいるね。まあ、ポーションバリア今使ってるからね。ポーションバリアなしだと、どうだろうかね。おお、一気に3つ。ラッキー。いいね。で、神秘が、モブダメージ 80% 増加ですね。まあまあまあ、問題ないでしょう。道中がちょっとね、ロールチャージ、アーティファクトチャージ入ってないので、ぴょん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 していけないので、ちょっと、遅くはなるんだけども、まあいいでしょう。うん。そこまで速さを求めないならば、これでも全然 OK。いきまーす。どうだ？よし。敵が少ないところで発動しないから、そこでちょっとね、足踏みしちゃうっていうのは、まあまあそういうもんだと思っておきましょう。お、強い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 。うん。今、ポーションバリア。使ってなかったけども、ダメージそんなに入らないね。やっぱり、263だし、50% ダメージカット。それも入ってるので、安定するね。うん。この、ぴょんぴょんが発動してる間は。できれば、クールダウン3とかだったらね、羽を2つ装備して、良さそうだけども、それじゃあ、ソウルビルドはちょっと厳しいんだよね。どうしてもでも、球根とか、あ、やばい！やばい。1対1になった時が、クールダウン発動しないんで、そこではやられるね。
ぱりせめて2体、3体いてくれないと、発動しないんです。そこがちょっと厳しいか。クールダウンがね、発動さえしてくれてれば、全然いいのよね。流れ込む魂で回復するし、おー、危ねえ。50% カットもスルーで、あー、いや、きついなぁ。なんだろう、やっぱ火力がないから、ハーベスターで一撃で吹っ飛ばないっていうのが、ちょっと厳しいところなのかな。ソウルフォーカスだけなので、ハーベスターの一発のダメージが、480万なのよね。480万では、倒せないのかな。これが全然、あ、そうか、ソウルがなかった。発動しないなと思ったらソウルがなかったんだ。ソウルダンサーだったら750万ぐらいかな、一発で出るのよ。これの 1.5 倍のダメージが出るんで、その差はでかいね。結構差があるな、本当に。火力って大事だわ。まあまあ分かってはいることなんだけどね、火力ものすごい大事。よし、でもクリアはなんとかしよう。なんとかクリアはしましょうよ。多いな、多分あと、1、2体はキャプテンいると思うので、そんな突っ込まずにそこそこ安全な立ち回りをしていけば大丈夫だと思う。うわ、危ねえ。発動しない。あれ、いないか。あー、これはね、いないよね。あー、キャプテンいませんでしたね。あ、C、あれだ、モブダメージが 80% 増加してるので、あ、そりゃやられるわ。ちょっと待って、でもここも厳しいなぁ。厳しい。ちょっと倒せねえかもしんないな。オッケーオッケー、もうこうやってるのもなんなんでね。いや、無理だ、無理無理。あー、危ない、勝てない。勝てないわ。はい、それでは戻ってきました。使った感想、正直なところソウルビルドには合わない。耐久力はまああるんだろうけども、もっとこうぴょん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 していきたいので、これソウルビルドじゃなくって、クールダウン3のポーションバリアの方が良さそうだね。やっぱクールダウン1で敵が少ないところに行くと、ずっとぴょんぴょんできないのよ。なのでダメージ軽減がなくなっちゃうので、どうしてもやられるし、アーティファクトのダメージ 50% アップ、あれがついてないので敵をねワンパンしていけない。なのでちょっと厳しいですね。ソウルビルドを使うならばやっぱりアーティファクトのダメージ 50% アップがついてる、輝くローブ、そしてソウルダンサーのローブ、あの二つが欲しいところですね。ソウルビルドはやはり、これ、ハーベスターのダメージが、ものすごい重要になるので、ちょっと使いにくいと思いました。ゴーストキンドラーですね。使うのであれば、クールダウン多めにして、冬の指先の、雷ビルド、あたりが、無難かな。はい。ということで、今日は、ゴーストキンドラーのソウルビルド、使ってみました。正直なところあまりおすすめはできません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。